今日はですね、こちら砂肝の仕込みですね。もちろんね、このまま食べてもいいんですけど、ちょっとねゴリゴリ硬いところありますので、特にこの白いところ、これ銀皮って言うんですけど、これの外し方今日やっていきたいと思います。しっかりね掃除を処理をすることによって、適度な歯ごたえと食べやすさが生まれますので、今日銀皮を取っていきます。で、銀皮はこの白い部分あります、これが下になるように切っていきます。で、このままでも取れるんですけど、今日は分かりやすいようにちょっと半分に切ってやっていきます。包丁を入れてまな板にはわす感じでですね、このように包丁を入れます。そうすると簡単にこの銀皮が取れます。取れた銀皮はこちらになります。で、反対側にまだついてますので、下に向けて、銀皮を下に向けて包丁を入れて、このはわす感ですね、はい、これで銀皮が取れるというわけになります。もう一つもやっていきます。銀皮が下になるように、そして包丁を入れてはわす感じですね。なるべく下にね、押し付けるような感じではわすと、無駄なくね銀皮が取れますので、あんまり身がついてしまうともったいないので。で、この掃除したこの皮なんですけど、これもね実は美味しい調理法がありますので、後で後ほど教えたいと思いますが、これも捨てたらもったいないです。で、下に銀皮分を下にしてはわすようにこうやって取ってあげると、めちゃくちゃ簡単です。さらにですね、包丁をこのように入れてですね、このように入れました。これで火の通りやすさと食べやすさをさらに生む。なので、ここ包丁を少し入れてあげるとすごくいいです。で、外さないで今度はやっていきます。外さなくてもね全然、真ん中切ってやる、真ん中ね切らなくてもこのように外せますので、これは時短になりますので。はい、それではね、今日は砂肝の銀皮の外し方、こちらの方ご紹介させていただきました。家でね砂肝安く売ってますので、使う機会あったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。